はい、玉さんありがとうございます。25ステージのところで僕が壁の作り方を発見したときに、壁の作り方ってこうするんや、25からやり直しますって玉さん来ました。2つ驚きがあって、1つはもうクリアしてるんやっていう、やり直すってことは、それが嬉しかったのと、あと俺より適当、やっぱあれ壁作り方わからんよねっていう嬉しさと、2つじゃなかった、3つや、俺より適当なんやっていう。俺ね、そういう風にわからないままいろんなステージをクリアしちゃうことってあるんですよ。例えば壁ですね、それこそ大群の、そういうのもあるんですけれども、もうちゃん俺がちゃんと教えれたんやって。でもね、 X 押してればたまにできるんですよね。でも違うところにできちゃったりしてたんで、ここも壁ありますね、ここに壁ありますんで、ここでまたもう一回壁を教えようかなと思ってね、みんなに。でもここどんな部屋、これなんか渡る、初めて落ちれた。俺かと思ったやん、俺やん、俺持ってこられた俺持ってくる人いた、知って受ける。あの人と一緒に怖かったら、あの人が持ってくるやろうけど、あの人がもうミキサーじゃない、あれ、これを持ってきたから、俺が別の人に持ってこられたっていうか、3、2、1ならんっていう。分かったけど、ここは分からんな。こんなには落ちんし、こんなゆっくり歩いてたら大爆行くみたいにパニックにならんし。ここ何やったっけ、また忘れてるな俺。ちょっとね、このマークなんなの、このね、マークオリンピックと一緒ですよね。分からないっていうマークが、誰も分からない、分かるけど、オリンピックのやつ分からない問題みたいなのあるやん。俺分かるけどなと思いながら見てるけど、こっちは分からんわ。このマーク全部バケツの絵描いたりし、この白いやつも。で、まずはこれやな、これを、あ、ちゃうわ、こっちか。こうやって X をしながら、赤じゃない時に離すとつくんですよね。これをね、教えたかったの。壁がつくんですよね。あれ？でもこれって壁？ここ壁作る気、これ普通壊すとこじゃない、壁を。やっぱちょっと狭すぎるんで、リフォームでここ広くしますっていうのが最近の日本だと思うんですが、あれ？そうなんや。どっちなの？俺壁の作り方教えるって言ったのに教えれてへんやん。狭すぎて。あ、こうね。でもなんでさっきできたんやろ、あれ、あの。なんか床も塗ったき今俺。狭いんやってこれ。床も塗ったぞなんか今俺。ほんで完成ですかね、壁は。なんかさ、自分はダメやなと思うのは、この大和とか来るときに俺が出れんときがほとんどじゃないですか。そのときに苛立つっていうね。ダメだと思います。もう絶対苛立ってました今の。なんで苛立つのこれ。箱欲しいよね。箱そこに置いときゃいいっていう箱をさ、だってハンコなんてさ、箱とハンコって似てるんやけど、今気づいてんけど、別に作れるからね、その人の名前じゃなくて。だから言えなんもない、照明なんて。これはもういらんのやな。これもいらんって。でまたあそこのなだらかにするやつ、いや、あいつは何をうまいこと蹴った、うまいこと蹴ったならいい、うまいこと蹴るならそれもいいだろう。ペコパンみたいになりました。ちょっと最新の時事ネタです。何蹴ってる、うまいこと蹴るならそれもいいだろう。
キャラじゃないんだよね。わかんないな。この四角いやつ狭いな。狭いな、この四角いやつやな。この四角いやつをここに入れます。そしてこれをなだらかにするやつと判定しますと。ではそれは分かりました。じゃあ俺に何が次できるかっていうと、あっちが本当にこれね、俺ペコパの真似がうまくいったってこの動画撮り続けたいよ。ここがうまくいくかどうかね。うまくいくってことは下見ですからね。これ次にやるべきことはもうそこはそんで OK で、左下のところがペンキになってて、あそこに下に引くやつがあったらもうあそこはあれや、ノリとあれやね。だから取ってノリとあれやね。これね。はい、やります。ちょっとペコパのモノマネがうまくいきすぎたもんで、ちょっとちゃんとやりたいんですよ。こんなにうまくいくと思ってなかったんですよ、ペコパのモノマネ。これここに置いてあるのこのまま取った方がいいかな。これでこの赤い時じゃなくてこう X を押しっぱなしにして離すと、なんでできんの、こうね。これね、適当でやっても作れる時があるから、こうそうそうそうになっちゃって、この上を押さなあかんっていうこれを気づかないまま作ってたってことです。タマさん、なんで遅いな来るの、ちょっと遅っ。そういうところもやっぱね、やっぱイラってしまったらダメなんやけど、イラだっちゃうんですよね。これちゃうし、これ何やったっけ、これこのマーク何やったっけ。イラだって必要ないよ、これだってね、これだってね。ちょっとの壁。あれ何今のシュシュシュって音、何もできてない。うわ怖い。どこ何やったっけ、この四角は何やったっけな、どっちがどっちか忘れちゃうな。これは重たいんですよ、レンガなんですね。重たかったら壁って思っとこう、そういう覚え方もいいだろう。絵がわからないから東京オリンピックみたいな。あ、なんか作ったんじゃねえ今俺。壊すやつ一応外にあるけど、なんか作ったっけ俺今。やべえ、作ったかもしれない、なんかを。まあいいや。でも平らにするやつ、これが平らにするやつだったかな。平らにするやつ入れて、これも捨てましょう。捨てるじゃなくて返して平らにして塗っちゃいましょうか。あれ半分ずつ塗ったやつ、あれっていうか1回では他のとこにも行くと思った。あ、1回で3回分取れるのがノリ、ノリ、あの念願。あれ終わらん、してないの、なんで終わらんのこれ。あ、そう、当たり前、敷いてないやつ。これなんやこれ、これノリやな、これはノリか。怖いな、上から見たかったけど、それはまだあれやったな。物を先にやってきた方がいいかもしれない。危ねえ、落ちるかもしれんかった。あれ結構遅かったもんね、出てくるの。危ないですよね。これで OK け。OK け？塗りつぶすやつとあれと OK で、これがノリやな、OK。ノリ一回で足りる。あ、ノリ入れたかん、まだ入れたかんかった。しまった。5分あるでも、全然いける。
よりまだ入れたかんねん。それいいね。それいいけど、これ入れてから変える。置くとこね。あー置くとこね。あー置くとこなかった。今日は2つページあります。海苔じゃねえって。俺何してるの。もう一回海苔入れて。もうめっちゃあかん、めっちゃあかん。正月ボケになってます。大阪って大阪ボケになってます。あーもう持てん。大阪ボケ海苔はそこにかな。あんぞ。魔法のせいで。でもこの図が出たらさ、地図乗ってなくても回転できるようになるじゃないか。踏んでるんです。ちょっと蹴った。これを入れることによってもうバケツは必要なくなると。いらんくなったかな。これで結構です。肉の湯だけでいいんかな。そうなん、肉の湯だけでいいんや。あれない。ちゃうちゃうちゃうかもしれん。あれスキンってならん。スキンってならんあかんかったかな。これスキンってならん。なんでならんの。岩は欲しかった。あ、鳴ってる。あれ聞くだけやな。じゃあ全然クリアできた。なんで主金って鳴らなかったやろ。あ、こぼれた。今こぼれたな。あーって言った割には全然焦ってないし、時間があるから、うん、すごい時間あるの僕。しかも今日新しいキャラでやってます。これあれあれ 95%? あれちょっとどっか鳴ってねえな。あっちもしかなかんやったな。上ちょっと待って、33秒あればいけるんやけど。狭い。ちょっと待ってちょっとだけ待って。やばい、これやばいよって。急になんで出川じゃねえ。俺ペコパや。あかんちょっとギリすぎんか。なんで置けんねんって。これこんなとこいたか。そんなとこいたかー。
あかん、出川とペコパのモノマネがうまくいったから取り直し期間。めちゃくちゃ難しいし、先にあれやな、先にこれ壁作ったらあかんかもしれんな。通りやすいやんな、そうじゃないと。通りやすくならんもんな、そうじゃないと。でも来るの遅いんやってな、今回。やっぱ壁作らなあかんか。壁やったね。分かってても作るの難しいですよ、これ。今ので青くなった時がちゃんと方向指示器を入れて十字キーを押してるってと状態です。簡単。簡単。やっぱ壁を先に作らんことにはやっぱダメになってるから、まあ、その配達の時間指定がおかしくなってるかな。これだけなんで2個作ってみたらなんかよく1回戻さなかった。あれこっちを戻すのはこっちにしか戻せんからいいんやけど、こっちをバケツに戻した時にさ、あれが起きるんですよね。ゴミ化が起こるんですよ、こっちに戻さないと。このバケツゴミ化が起こる。みんなこと言った分かる。これは大変だろうか。もう、あ、そうやね、これはなだらかにするやつ。すごいちゃんと遠くに置いとこう。これ投げはできる、投げはできる。ここもないこれちゃんと。他のステージだったらこの持ってくる速度でありがたいんですよね。なんかゆっくり持ってきてくれて、でもここの場合はあっちを先に持ってきてほしいっていう考えがあるから、またそこでヤマトとのいただきます。ヤマトからライン来るよね。来るやけど来なけんねって、なんかこうなんかわかんもん。歳や番号の確認ができたよ。 LINE 室がありがたいんだけど、でも山本まで持ってくとすごいやりやすいんですよね。あれすごいなと思って。急に山本のディスルーやる、ディスルーしてないと山本なんて全然最高ですけど、なんでか知らんけどうさいんかな、あれ。やっぱりこんにちはうさいかな。違う、分かった。俺んちもリフォームしなかんねや。このねピンポンのマイクのところが俺の部屋にないからあかんねや。それまでマイクまで行くんやったら玄関のは近いって。やっぱ俺んちのリフォームの話は他にも出たけど、そこもリフォームやわ。リフォームっていうか本当の家建てるときはそこが重要だと思いますね。これちゃうな、俺を先に入れたかった。これは取りに行かなかった。リフォーム3個ね、これね。インターホンの、もしもしを取りに行くときに、玄関の方が近いって。まあ、出たくないときは遠くてもいいんやけど、距離的に。距離的な問題ではなくなるんやけど、近いって出た方が。あと、風呂が、いつ入ってもいいようにするって。で、もう1個は車庫のところが、いつ入ってもいい。車庫のところが家の中に、シャッターでちゃんと、外の風に一個も当たらないようにしないと、掃除しなあかんとかいろいろあるんで、そういうことでしたね。ちょっとが早いかな、ヤマト。まあちょうどいいよ、ヤマト。これ、もうここ置いとけんよ。来ないからあの人やな。今の持ってくべきやったな。そっか、これ持ってかなかった。
1回目から持ってったらよかったね。もう一回来るって人、紫塗ったっけ？塗ってるね。